こんにちは。これから倉敷や高梁川流域へ移住を考えている方に、倉敷市が用意しているお試し住宅をご紹介したいと思います。ここは新倉敷駅ですね。そうですね。新倉敷駅は岡山駅から6駅、倉敷駅から2駅のとても便利な駅なんです。倉敷駅からは少し離れるんですね。ちょこっと2駅だけ。それでは今回のお試し住宅、早速行ってみましょうか。行きましょう。行きましょう。ちょっと歩きましたね。まあでも徒歩で歩いてこれる範囲ですね。さあ着きました。徒歩12分のこちらのマンションです。このマンションのうち6部屋がお試し住宅となっているそうなので、早速中の方に入ってみましょうか。部屋の前まで来ました。今回こちら301号室なんですけど、早速入りますか。はい、はい、じゃあこちらの部屋です。あ、いきなり洗濯機があるんですね。あ、洗濯機もついてるんですね。一人暮らしの部屋って感じですね。そうですね。結構日当たりも良さそうですね。これは何ですか？そちら Wi-Fi ですね。 Wi-Fi ですか？はい、 Wi-Fi もあるんですね。テレビもあるし、ドライヤーもありますね。この部屋の取扱説明書がありますね。そうですね。わからないことがあったらこれで調べればいいですね。そうですね、すごく助かります。あとは移住に関する本もあります。こっちはクローゼットですね。すごく広いですね。炊飯器と電子レンジがありますね。あ、調理器具もあるんですね。そうですね、揃ってますね。冷蔵庫もあるんですね。でも食器とタオルはないですね。その辺は自分で持ってくるか買うかっていう感じなんですかね。お風呂と洗面台もありますね。そうですね、十分な広さですね。で、こっちはトイレですね。別々なのはすごくいいですね。別々なの嬉しいですよね。嬉しいです。お部屋見てみてどうですか？そうですね、家電とかあったのですぐに住めそうですね。ただ食器とかタオルとかトイレットペーパーとか消耗品がないですね。こちら管理人さんから自転車の鍵を借りたので、買い物にじゃあ行ってみますか。そうですね、この近くにたくさんスーパーありましたもんね。自転車で 2,3 分のところにこんなショッピングセンターもあるんですね。そうですね、温泉までありますね。ここの周辺だけで本当に買い物が済みそうですね。本当ですよね。さあ、こちらすごいレトロでいい商店街ですよね。そうですね、味がありますね。うん、僕こういう商店街めちゃめちゃ好きなんですよ。あります、すごく落ち着きますよ。写真なんか撮ってもすごく写り映えしそうでいいですよね。はい、帰ってきました。久々に自転車乗ったので疲れましたね。疲れましたね。明日は、市内ご案内サービスを申し込んでいるので、そちらで移住の下見をしていきましょうか。いいですね、行きましょう。行きましょう。そのサービスは車で案内してもらえるそうなので。よかったです。乗っていきましょう。はい、行きましょう、はい、今日は案内していただいてありがとうございます。ご利用ありがとうございました。こちらが倉敷中央通りになります。こちらが美観地区入り口です。この辺りに住んでみたいですね。この辺りにも移住して来られる方がいるんですか？はい、移住者さんがお店をされてたりしております。お店出される方なんかにはとてもいい場所ですよね、うん、観光地ですもんね。駅の北口には大きな商業施設と公園もあっていいですね。そうなんですよ、新しい住宅もたくさん建って賑わってます。倉敷っていいところですね。そうなんですよ、交通のアクセスも買い物も便利でとてもいいところなんです。
小島駅にはたくさんジーンズがかけられているんですね。そうなんです。小島は繊維産業が盛んでお店もいっぱいあるんです。海も近くていいとこなんですよ。私ジーンズすごい好きです。ありがとうございます。瀬戸大橋すごく大きいですね。海の向こうは四国なんです。ここは港町で美味しいお魚が手に入るんですよ。新鮮なお魚いいですね。倉敷駅って結構近かったんですね。そうですね。倉敷は適度に町で便利なところなんですよ。今回は市内ご案内サービスをお願いしたんですけれども、他にも移住をサポートしてくれる団体が個別に相談に乗ってくれるミニ相談会や移住体験ツアーなんかもあります。それではお申し込み方法を簡単にご説明していただきましょう。お試し住宅申し込みの前に、まず事前に利用したい日の空き状況を倉敷市役所に確認し日程を決めます。次に利用申請書に必要事項を記入し、2週間前までに郵送、メール、ファックスで提出します。問題がなければ許可証、利用料の納付書などをお送りします。利用の前に料金を支払いいただき、利用初日に倉敷市役所へお越しください。受付手続き終了後、ご入居となります。退去される前には清掃等を行い、元あった通りに戻していただき、利用終了です。東京大阪から倉敷市に来て就職面接を受ける方には交通費の半額助成もあるんですね。それはいいですね。詳しくはウェブをご確認ください。お問い合わせは倉敷移住定住推進室まで。